今日も君に会えていい日になった。という曲がこれを聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。飛んでいる
今日も毎度のことをどうもよろしく。今年はでも、はい、あれですね、ニャンズのミュージカルを、はい、もう、ね、無事終わりまして、皆様の応援で、ね、150人そうね、あの、ね、1回の公演で満杯になりました。すごいですよね、会場来てなかったら絶対もっと。ああそうね、そう、そこはちょっとね、口惜しいなことあるんですけど、あれちょっとね、1回で終わらすのは本当もなんかもったいない気がする。そうですね、再演を考えてるみたいなんですけど、でもまあ実際人数がすごい人数関わってるんで、みんながそのだけのスケジュールを抑えなあかんってことですもんね、はい、音響とか照明とかもね、なかなかまあ、そういうのがまあね、まあ多分いつかはやると信じて。またね、あの DVD も発売されますし、あ、すごい。でボンさんドラム叩いてるんです。あ、ボンさん叩いてます、ね、ボンさん、あのこの前ね、この YouTube 見ましたけど、はい、すっごいあのニャンズを宣伝してくださってて、びっくりしました。あんなに押すだってここでイベントやるのに11月に、あの、ね、あの何でしたっけ、あの別世界の魔物に、あ、そうそうですね、あれのイベントがあるのに、そっちよりもニャンズを押してくれてるっていう、まああ、マギはやったから余計ですよね、はい、あ、まあそれはあったかもしれないですけど、はい、やっぱりそんでやっぱり叩いてるとこね、やっぱりこうイメージがみんな、なんていうんですかね、やっぱり弾き語りをやってる、ギター弾いてるイメージの方が強いから、うん、はい、ドラム叩くボンさんもすごいんで、またそこもまたこう見てほしいという、そうですね、なんでしょうね、うん、まずはそこは告知の方はどうですか、はい、あ、これね、明日間に合えへんから全然あの解禁とか大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、それではあのすいません、ちょっと別の場所で申し訳ないですけど、はい、いえいえ、あのワンドロップさんでですね、はい、2019年の1月4日、に、ツーマンライブをですね、毎年1月4日はもう決まりですね、もう決まりですね、もう今年の、1月4日もですねワンドロップさんでワンマンライブをさせていただいたんですけども、それに引き続きワンドロップさんの最初のこうなんていうかライブらしいライブを、そうですね、3日が飛び入り、あ、そうでやられるっていう噂がありますんで、おそらくそんな感じで、あ、はい、あのですね、ピアノ弾き語りで、よりこさんという方がいらっしゃって、こちらの方は基本的に普段はそんなライブされてないんですけれども、仮歌を歌われたりとか、ボーカルが特に素晴らしい方で、曲のセンスも素晴らしいですし、ぜひあのそういうなんていうのね、弾き語り業界の人に聴いてもらいたいなっていうのを、逸材を、はい、引っ張ってきましてですね、はい、すごいです、やらせていただこう、だから紹介、そのワンドロップさんに紹介したいなっていうふうな思いで呼んできたアーティストさんです、はい、これは楽しそうですね、はい、そんなのがあります、ありがとうございます。他何かありましたら、ですね、実はあの11月から、はい、毎月1回ですね、あの、はい、自分がホストである、まあ、定例ライブっていうのを始めまして、ね、それがですね、大和高田のスカーフェイスさんというところがありまして、ね、金華楼っていうところとまだちゃんと同じところですね、金華楼さんの奥のところがスカーフェイスというところがありまして、そちらの方でこうこじんまりとした感じで、はいはい、音楽サロンっていうのをやるんですけど、それを毎月カバーとかを交えながら楽しくやるのかなっていうことを始めて、はい、好評だったら来年も続くかもしれないけど、1年はとりあえず続くみたいな、とりあえず2回はあります。あ、2回です2回はあります。浸透させないとダメですね、はい、第1月曜日で、第1月曜日、特に奈良の方はね、はい、カバーフェイス、はい、私もね、あの奈良 の大和高田からすぐ近くにいるんですよ。なるほど、はい、地元の人たちとワイワイしながらやっていきたいなというふうに思っております。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかったです。視界が閉ざされ
しだけでもいいからこの場から連れ出してと願った。呼びかけに気づいてと、もう誰でもいいから助けてと無言で叫んでいた。小さな日々に伝えたい居場所はある、
です。疲れているわけではありません。超元気。超元気してる。超元気なんですよ。私こんなにしんどいから絶対どっかおかしいと思ってたら血液検査したら何にも異常なかったんで逆にじゃあなんでこんなしんどいのって思うぐらい健康でした。よかった。今日もありがとうございます。最後もうね、二人とも今日松原さんと連続でピアノがすごいな、複雑なことを弾く。全部まだ。ああ、もう本当にね、すごいいい意味で変態的な感じというか。ああ、そうですね。変態ですよね。大好きです。変態大好き。大好きです。ありがとうございます。ね、ライブのがまだ控えているということ。はい、はい、この先はまずですね、来週11月10日星野浩介さんのツーマンライブに行きます。あ、見に行くよ。出演ではあります。星野浩介さんの歌はめっちゃいいので、じゃあね、来てください。あ、いや、星野君先週やったんですけど、ね、はい、ストラップ忘れて帰ったんで、はい、私たち分かりました。助かります。星野君お願いしましたんで、受け取ってください。、はい、いやいや、星野君はそれはどこどこなんで、もう CD 買いましたよ先週。私も早く欲しい。あ、ほんまですか。じゃあ、焼いときます。怒られる。それが一番重要でもしれないですね。みんな星野さんのツーマンに行きましょう。はい、行きましょう行きましょう。でもね、もう予約しました。しましたしました。 あと先週でもうあと5人ぐらいしか席ないって言ってましたから、ひょっとしたらもうツイッター見てすぐ一週間の間に行く行くハーハーっていう顔文字を送りました。見た見た見た、変態やな思ってて、ちょっと行く行くハーハー、いやらしい以外何にもないじゃないですか。普通に返してくれたから、よかった。そっか、絡みはなしやなと思って。そんな人ほどほんまに変態か。隠してんねん。そして11月17日は、はい、ロージー阿部の、はい、ブッキングライブがあります、はい、綺麗なお店ですね。そうです、かわいいお店、ね、そして11月30日にはワンドロップでまた松原さんと一緒です。ああ、すごい。それがわけ。松原さん触れてくれへんかったから、あんまりそこはちょっと あんまりなんかなと思ってしまったんですけど、私はすごい楽しみ。あの土下座をしてる。そうです。これはでもワンドロップに対しても土下座になってるのかもわからないけどね。リッシャさんに謝ってください。すいませんでした。でもあれですね、4日の方が11月30日おすすめです。気合いめっちゃ入ってますよね。本当にもう新曲だけでやろうかなみたいな。あ、すごい。嘘です、カットで。カットで。いやいやいや、ありがとうございました。お疲れ様です。昨日空が泣いて、水溜りに
き秘密基地君との距離飛び越えられずに斜め後ろ君を感じて僕はまだ季節が行き交う交差点花びらは銃を射取りきたりさよならはきっと綺麗な歌になるから5つ数えて
月様だよ。昔から言ってるんですけどね、飛び入りの時でもちゃんとこのカーンとしてこうやってくるとか、お、これは猫、猫がもうすごいすごい、いやつまりおしゃれ、おしゃれやなこれ、おいや今日も名曲オンパレードで、あ、いやいや一緒に歌ってましたよ、あ、はい、ありがとうございます。一緒にね、一回一緒にね、パレードでね、やったことあるから、アニーでね、ね、そうそう、あの時のフライヤー、今でもなんかええなと、乾杯してるやつね。あの頃まだ真剣に絵描いてて、最近文字ばっかり。そう、今日のあのフライヤーとかっていただきました、ありがとうございます。いやいや、竜宮の使いはなんかあれ、いや、あそこあのスペース空いたからね、細長いもんいるな思って。それがまあ竜宮の、そう、最初やもりやもり貼り付けよう思ったけど、なんかやもりなんかね、あんまピッとけんかったから。竜宮の使いのチョイスいいですね。あ、竜宮の使い、細長いっつったら竜宮の使いかな。ただ縦にするな。深海魚だったんで、ね、ライブはどんなペースですか？だいたい月とかというものですよね、うん、なんかプッシュのライブがスケジュールがあれば、ね、12月1日、アメリカ村パルチザン、あ、パルチザン、はい、まだ、対バン決まってない、ね、はい、普通なんですよね、普通なんです、ね、うん、もうたっぷりありますね、パルチザンはすごいこうハマる人にとってはたまらんブッキングがかなり詰まってます、ね、まあまああのね長丁場なんですけどね、うん、なんかこう普段とまた違う感じで、普段できない曲とかも、ちょっとできるので、ちょっといつもと違うライブコースで。お客さんにとってはね、ツーマンっていうのはほんまにいいと思います。ツーマンはね、なかなか面白いですよね。やってる方もね、なかなか。うん、その相方とのなんていうんですか、2人でつくるその空気感が、ね、その日一日見ると、まあ、そこでお客さんもその心に入ってくる。相手のね、そのをイメージして、こう、なんかこう、どういう曲を持っていこうかなとか、そういうのを歌うっていうね。まあ、たっぷり見れるし、たっぷり、はい、12月いいと思います、はい、ね、ぜひありがとうございます。じゃあ、カボ君、あ、なんとでもね、ホットブラザーの CM など、はい、今日僕はお客として来たんですけども、はい、毎月月の真ん中という、タイトルの
ライブをやっております。もう次は何回目になるの？次は多分95回目おぉ、そうやマウフルで、95回毎月欠かさずやってきました。11月14日水曜日、はい、大体8時ぐらいから8時半ぐらいからやっております。よかったらはい、花店駅前ですので皆さん、はい、すごいね、地下に入って雰囲気のいいお店で、はい、マスターもすごいね、なんか優しい感じの、はい、すごい包んでくれはるの、いい感じのお店で、はい、そうですね、レギュラーで出てくれているノンシュガーがいるので、はい、いい感じで店内にはね、なんかいい絵がいっぱい飾ってます。はい、マスターがあれね描かれるんですよね。いや、あ違いました。すみません。マスターと絵のある絵描きさんが、あ、あれマスターの作品じゃないんですか？じゃないです、じゃないです。あ、そうなんですね。あ、絵描きさんが大体月替わりとか、はい、まあ2ヶ月やる時もありますけど、固定のするっていう形で。あ、入れ替えはあるわけ。そうです。入れ替え。おお。これ話ですか？コンさんもね、味噌のであ、今味噌のじゃないですけど、あの、道頓堀の方で、道頓堀ね、道頓堀の、イプソファクトというバーで、音楽映像鑑賞会というのをやっております。道頓堀ミュージック TV というので、それは第2とか決めてる、だいたい月、だいたい各月で、第1か第2の土曜日にだいたいやってます。で19時から、4時間ずっと、はい、やっております。 YouTube を見ながら、YouTube で、ミュージックビデオ、ライブ映像、その他もろもろ音楽にまつわる映像を、見ながらあれやこれやと、言いながら、お前これ この曲パクリじゃないのか、いや絶対そうやお前そうやとか言いながら、みんなで、ディスりながら、やる楽しいイベントでございますので、ぜひぜひこの間検索でですね、いつもだいたい告知してはりますから出てきますよね。はい、はい、ではありがとうございます。街を塗りつぶしてゆく今年流行る色、このまま染まってくことは楽なのか辛いのか、話をよこえずらしてこの前古着屋で幾何学模様のシャツを一目惚れで買った。大丈夫、いくつがない、この心はときめくことを選ぶ、角度をつけて輝く、いくつがない、大丈夫、いくつがない、この心は大表現の振動を受け止めている限り迷惑だ、バカが真に受けるからねと言わんばかりに、テレビには期待をしない夢とファンタジー、すっかり冷めたところへ熱いコーヒーを、理屈じゃない、大丈夫、理屈じゃない、この心は選び角度をつけて輝く、いくつじゃない、大丈夫、いくつじゃない、この心は最高限の振動を受け止めている限り生きている。生き続ける、わあ、
最高にない。
た時の顔を今更思い出してもめめしいな。君の声も肌も耳も口も少しずつ薄れてしまうけど、初恋の後ろ姿がここに来れば蘇る。だけど僕も二十歳の少女が刺された。どうでもいいような絵本に夢見る術を奪われた。理不尽な力で周りの言葉は後でならなんとでも言える。警察は今頃になってそいつを逮捕した。ああ遅いな、時すでに遅しとはこういうことだ。ああ何もかもか、大切さに気づくのは失ってからだと知ったのは、明かりもない街灯も人もいない場所に立って小さく吸い込んだ夜の風はまだ冷たい。無時間だ、白い手が紡ぎ出すメロディー。
だって小さく吸い込んだ夜の風はまだ冷たい。なじがんだ白い手が特に、あの、なんか、こう、気持ちな、気持ちをこもってるように。あ、ほんまですか。あ、嬉しいです。逆にちょっと、なんていうんですか、ゆっくり入りすぎたかなっていう。いやー、なんですよ。この CD が出ました。出ました。サインももらいました。これ、またの、あれです、前田さんと、動画を撮るたびに次に目標を作りますって言われて、そやね、全然、あの全然できなくて、ついにここで中盤までそのお約束を果たそうときたっていう。でも愛してるからはテンポを落とせば、はい、落とすほどこうね、しんみりきますね。これが、これが、こう、噛み締めて歌ってる感があの、すごく今日はリバーブを深めにかけてもらえるのがすごく感じて、よかった、リバーブ深いと思ってました。いやー、よかったです。ありがとうございます。あの動画を撮らせてもらいましたので、ね、ライブ告知ですね、はい、11月18日に僕はもう終わったばかりだから谷町ワンドロップさんで、ブッキングライブと、はい、で11月の25日なんですけど、はい、奈良の、喫茶店みたいなところでカフガさんっていうところで、はい、三日月くんっていう、あ、この前ツーマンやってた、ね、あ、そう、はい、あれも毎月次で3回目なんですけど、そうなんや、お互いの曲をカバーしたりとかそういったこともしてて、そう、その第3回目があります。三日月くん頑張ってあの路上埋めてた、毎日やってるんで、ね、すごいなっていうすごいね。それと、28日、これ平日なんですけど、平日の水曜日に尼崎トラで、はい、ブッキングライブ、4人のブッキングライブをやります。ちょうどトラさんも周年イベントみたいで、そうですね、それが終わって、あと一つじゃあ告知するとしたら12月の16日に、はい、木の葉琴乃葉さんっていう人と通話ライブをします。はいはい、それも尼崎トラで、トラで今月か今年としてはそんな感じでいくと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。全部大事なんですけど、一番大事にしたいところでございます。なんか知ってる先もいっぱいであるんですけど、愛してるから。
星のない夜に一人で君のひところを探していた。電車の音が遠くて池にゆらゆら浮かんだ。優しい人か悪いのか嘘つきは生きるコツなのか。君にとって何が正しいのかそれも説明がつかない。遠くで近々揺れてるカフェの匂いだけが雨が降りそうな夜に浮かび上がる。愛してるから言うんだよ、君は本当に綺麗だ。Keep